違いますねと思いました。我々9人です。9人で、それぞれ好き勝手なことをやって、るバンドです。先ほどの曲はベッドタイムストーリー、西野カナ皆さん当然知ってると思いますけどね、曲です。次なんだっけっていう曲です。リトルグリーンモンスターズ、はい、です。はい、聴いてください。
ょっと MC 変わりまして、ボーカルのマキさんが喋りますので。嘘でしょ。はい、次の曲モンスターダンスって言うんですけど、あのすごくノリのいい歌なので皆さんノリノリでお願いします。それではですね、疲れちゃう。
いろいろ話を聞いていきたいと思います。次の曲は糸代さんが担当するんで、糸代さんにちょっとトークを。40年ぐらい前 の, あのおじさんの歌ですけど、覚えてる人がおりましたら、セラ・アマサロイとツイスト の曲です。まあ、燃えろいい女っていうのですけど、これいい女が3人言われますけど、いろいろ皆さんも一緒に歌ってください。それじゃあ、燃えろいい女、準備はよろしいでしょうか。はい。結婚しまして、今
今7ヶ月目になる子供がお腹にいます。おめでとうございます。ちょっと僕だけこうロック調になりがちなとこが見受けられると思うんですけど、僕ロック魂が好きなので、このお腹の子に今日ですね、聞かせるように頑張りますので、よろしくお願いします。ロックと言いつつ、チェリーですよね。ユイのチェリーっていう歌を歌います。よろしくお願いします。上がってきたから、上がってきた、こっちはな。そこで見るもんやな。
シュガーソングとギターステップいくぜ。
ちょっと生々しいんで、自分の部下がちょっと2人いるんで、あんまり話したくないですけど、来年から実はパキスタンという国にちょっと駐在することになりまして、3年間、相変わらずですね、パキスタンでこういうロックの曲をやってみたいと思いますので、遠い離れた日本から応援だけよろしくお願いします。僕だけじゃなくて、あっちにもロシアに行く人がいるんで、もうこのバンドもぼちぼち解散かなと思ってそこの僕らの前にあった、何でしたっけ、スケベ親父でしたっけ、セッションやれたらいいなと思ってちゃんと覚えてください。ロッシーアルロッシーアル、はい、じゃあ、それでは送別ということで、あれ、たどり着いたら雨全然名前違います。バダミついたらいつも上げといて。吉田拓郎。そうですね。はい、吉田拓郎、伊藤翔さんが歌います、はい。よろしくお願いします。今日は皆さん、ご来場いただきまして、本当にありがとうございます。じゃあ、やりますか。はい。はい、
皆さん今日は忙しいとこ足を運んでいただいてありがとうございます。野田くんありがとう。まあ、ちょっとボロボロのドラムでごめんなさいって、前の番組のドラムがめちゃくちゃうまかったので緊張しまくってですね、シュガーのソロの時はみんな知って心配して僕を見ちゃうんだから、まあ、余計間違ったごめんね。ということで、まあ、あと残り1曲ちょっと心を込めていただきますんで、バチを恨まないように、はい、聞いてください。よろしく。はい、じゃあ、今日、あ、川島本田来てくれてありがとうね。最後、あいみょんの、そう、マリーゴールド。知ってますかね。そう、マリーゴールド。最近よくかかってますけど、YouTube でも1億回ヒットと飛ばしたっていうことで、結構、みんな知ってると思います。最後ちょっとしっとりピュアな感じで終わるんですけども、まあ、皆さんの盛り上がりでいい感じで盛り上げていただければと思いますので、よろしくお願いします。